先ほどウルジクスタンの山中に墜落したロシアの旅客機に関する速報をお送りします。乗客133名、乗員は意図的な墜落の可能性も視野に入れており、原因不明の急降下が、コックピットのボイスレコーダーを探しており、ボイスレコーダーは調査にとって最も重要な部分ですが、乗客の携帯電話に収められた映像が何が起こったのか、アークロフ軍事基地へのミサイル攻撃のわずか数時間後、ロシアの代表団に多数のテロリストによる2つの事件は関連しているという意見、いかなるテロリストも厳しく取り締まり調査中です。これほどの緊張は冷静に、これもマクロフの仕業に違いない。奴がもたらした被害は過去5年間の混入をはるかに超える。旅客機は私の国で墜落した。あれは事故じゃない。墜落現場で証拠を見つけないと。 ICAO のデータではカストビアからソチに向かう便だった。連絡が途絶えたのはこの地域だ。さすがだな。当局より先に現場に着かないと。心配なのは当局じゃない。グッドラックファラー。向こう側が墜落現場だ。あれか、かわいそうに先起こされたな。ロシアの傭兵たち、ゴンニだな。マカロフか。私たちの仕業にされる。何が起きたのか突き止めるぞ。私たちに非はないと示す。テロリストと呼ばせはしない。いいな。どうする気だ。あそこに行く。少なくとも20人の兵士がいるんだぞ。俺にできることは見張りだ。高台から援護してくれ。分かった。位置についたか。あ、ゴンニの部隊が複数いて残骸を漁ってる。奴らは現場を確保しているようだ。これをやったのは ULF じゃない。それを証明するものを探さないと。ラズウェルが追跡装置でそのあたりの信号をキャッチした。携帯の特定とフライトレコーダーを追跡できる。了解、移動する。そっちが見えた。援護は任せろ。何か見えたら伝達する。連中が私の国で歓迎されることはない。奴らに伝えよう。そのつもりだ。現場に変化はない。危なかったが、奴らはお前を見失ったようだ。奴らはお前を見失ったようだ。だが油断するなよ。キロ、ナイスショットだ。異常なしだ。そのまま先に進め。前進する。そっちが見えた。全部キロ。そこに残骸がある。できれば一度目を通してくれ。了解した。エコー、携帯があった。役に立つというか。手慣れがひどい。アラビア語で叫んで。うろたいてる。
の携帯を探す。その建物に動きはない。中には何もないだろう。どこか他を当たれ。了解、次に移る。その辺りには瓦礫がたくさんある。調べた方がいい。了解だ、スリーマン。彼女は私たちの仲間だ。確かなのか。ああ、こんなことするはずないのに。ファラ、人は変わるんだ。お前の兄貴だって。アレックス、今回は訳が違う。そうだといいが、他にもないか探そう。本人の装備が入った箱がある。役に立つものがありそうだ。奴らに使ってやろう。そのつもりだ。うまくやったな。追跡装置がその近くの信号を捉えた。了解、エコ。自爆ベストを着てる。どういうことだ。銃の次は自爆ベストか。彼女も怖がってる。自分無理してもまずそうだ。世界はそういう風には見てくれない。マカロフはこれを公にする気だ。そんなことはさせない。わかった。まだフライトレコーダーを確保する必要がある。任せろ。フライトレコーダーのところに着いた。フライトレコーダーを確保、データを消去する。祖国に不当な罪を着せることは許さない。ああ、私を信じるか。もちろんだ。もう信号はない。必要なものは手に入れた。墜落現場はクリーンだ。ここを離れよう。侵入地点で合流だ。キロ、問題発生だ。エコ、どうした？コンニが俺の位置に向かってきてる。奴らに見つかった。待機しろ。アレックス、どこにいる？エコー、応答を。エコー、スリーワン、聞こえるか？そんな人、奴らに狙われてる。ほら、今すぐこっから逃げろ。ダメだ、アレックス。探す。俺が泥棒に。Yeah.
次はどうする？コンニがどこから来てどこに向かってるのか突き止めたい。追跡してくれ。緊急時以外は絶対に戦うな。距離を置いて追跡する。今度は捕まるなよ約束はできないな。